行くぞ。黒田課長は市松人形にミスズのピアスを仕込んでいた。市松人形にミスズのピアスを仕込めるのは黒田会長を置いて他にはいない。おそらく間違いないだろう。やったぜ。黒田課長はどこにいますか。動揺した心を鎮め、精一杯感情を押し殺せた声で聞く。それでもまだ私の声は震えていた。おっさんがどうかしたのか。あんな役立たずを呼んでどうしようってんだ。私ならここにいるけど。どうしたの。あと誰が役立たずですって。穏やかな笑みを浮かべた黒田課長が入り口に立っていた。私はごくりと生唾を飲む。それくらいちゃんと自覚しろよ、おっさん。まずは調査の報告だよね。それと、あれ？どうしたの？その人形。こんなところに置いて。課長、実は私、課長に聞きたいことがあるんですが。意を決し、私は課長に申し出る。確かめないと。ん？私に？一体何かね。田村さんの遺体発見時の話です。もちろん私はその当時徳良かどころか署にすらいませんでしたが。おお、もちろん。ここで一家の増援として。そうそう、風森君と一緒に捜査に当たっていたよ。それがどうかしたかね。嘘をついている恥だぜ。私が笠森さんがいたんだ。笠森さんがいたんだ。なるほど。だからそこは正直に話さざるを得ませんよね。もちろんその話はすでに笠森さんから聞いていた。ん？いや、笠森くんがいたのは事実だけど、それってどういう意味？ああ、そこは一応俺もいたのは間違いないな。え、介入できるんだ他の人。二人だけじゃないんだこれ。ですよね。それで風森さんはずっとつきっきりで。え？いや、そんなことはないけどな。なんで好き好んでこんな中年とべったり一緒にいなきゃなんねえんだよ。現場じゃ他にやる仕事はいくらでもあるし。ちょ、風森くん失敬だな。ふざけているようでなぜか課長には焦りが見える。一緒にいたことを証明してくれたと思った相手が知らないというのだから当然だろう。一緒に同じ場にいたけど行動までは保証していない。監視していたわけでもない。それが分かっただけでも収穫だ。もしかして課長、その時に事件現場で何かを発見したんじゃないでしょうか。何かって、何をかね。そもそも田村さんの遺体には遺留品も何もなく、そもそも全裸だったでしょ。ええ、だから何か他の遺留品があるなんて誰も思ってなかったでしょう。人形が？もしかしてそこに人形が？バカバカしい。何を急に言い出すのかね。そもそもそんなのはどこにも証拠もないでしょう。第一、なんで私がそんなことしなきゃいけないの？あるという証拠なら出せるけど、ないという証拠なんて悪魔の証明だ。そこを追及は難しい。というか無理だ。こんな真正面からの誘導尋問で簡単に引っかかるような弾でもないか。パン。そう、証拠がない。だからこそおかしい点もある。美鈴が調べた際に山中で発見された時には渡さんの毛髪しかそこにはなかったのだから。もし牧村さんの証言通りなら、人形には田村さんの私物が仕込まれていた可能性もあるはず。なのに何かが取り付けられていた跡しかなかったのだ。確かに証拠は一切ありません。だったらなぜ
美鈴以外の証拠は人形に残っていたのでしょう。美鈴以降の証拠。そんなの私だってわからんよ。どこにいたんです？課長、どこにいたんです？ちょくちょく姿を消したり、私たちとは行動を一緒にしないことが多いですよね。それは会議とか報告とか、管理職の私にはいろいろあるんだよ。一緒にいないことで疑われてはたまらんね。証拠もない代わりにアリバイもない、それは課長にとってもある程度まずいと分かっているか。結局私にあるのは状況証拠だけで、それすらオカルトというものを主軸にするしかない頼りない論士だ。何より田村さん殺害の動機こそ渡さんにしかなくても、課長が渡さんを殺す理由がわからない。それになぜ美鈴を、そして砂堀さん一家を。北条君、何をそんな考え込んでいるんだね。砂堀さんとの仲は、課長、砂堀さんとの仲はどうだったんでしょう。お酒を頼む程度の付き合いだったんでしょうか。だからどうしたのかね北条くん、さっきから私を尋問するような質問ばかりして。すみません、ただどうしても気になって。ただ課長はさも面倒そうな態度だった。課長と砂堀さんの間に何があったのかはわからない。人間関係の問題か、金銭的なもつれか。金銭？まさかそこまで単純な話？まさかお金が目的で何人も。今の着想は自分でも自信がない。少し信じられない。それでもつついてみるか、彼の金銭への執着を。課長、実はですね、人形は価値がない。あの人形は価値がないそうなんです。すでに美鈴に調べてもらいましたが、クイーン生物が粗雑でヴィンテージ品としての値打ちはないそうなんです。そうなの？高級品だと彼女は言ってたけど。外見上はそうですが、所詮介護施設の老婆が長いブランクの後にろくな器具もなく一人で作ったものです。せいぜい数万円、高くても10万。もちろんこれは嘘。いやまさかそんなわけはないだろう。いやまあどうかわからんけどね。一瞬黒田課長の目に小バカにするような笑みが浮かんだ。砂堀一家死亡の方でも表さなかった感情の揺らぎが、何なんだろうこの人。黒田課長には焦りが見える。人形を手元に置いておきたい、つまり警察で保管しておきたい。いや、署内の証拠物がちょくちょくなくなっていた。まさかそれも課長が。そのお人形の件なんですけど、そういえば牧村さんが、渡さんの遺品の回収に関して言ってたんですけど。何を言っていたの？遺言での遺物の整理の件で、いくら遺留品とはいえ直接犯罪の証拠とならないものは持ち主の元に返す必要がありますけど、今回の場合田村さんへの売却の証拠がない限り、全て渡さんの私物として施設のものになるそうです。この辺は管財人と連絡してすでに手はずは整っています。もちろんこれは嘘だ。そうなの？いや初耳だ。無縁者の財産は国庫貴族だろ。なぜか課長には焦りが見える。遺言があるからにはそうはいきませんし、そして田村さんとの浄土契約は書面ではまだ見つからず、だから最終的には牧村さんの判断でしょうか。この妙な焦り、考えたくない話だったけど、やはり課長は人形を手に入れるつもりだったのだろうか。釜をかけるか。
少し計画を練る。こののらりくらりの課長相手では数段階は手はずが必要だ。少し複雑で面倒な手法が。ですけど牧村さんはこうも言っていました。遺品は欲しい人に譲ると。お人形に関してもすでにどなたかに差し上げると話してて、書面でも取り交わしてすでに署の方にも連絡は入っています。署長の印もありますから厳重に管理されます。すでに私たち徳高の一存ではどうすることもできません。それは本当？本当。嘘。本当。本当です。ただ牧村さんの浄土相手がまだよくわからなくて、彼女自体はお金に執着もないようで、そもそも人形の価値も分かってないところもありますけど。そうなのか。こんな適当な話を信じきってしまうくらい焦っているのか黒田課長は。とにかく牧村さんね、遺品の権利や管理に関しては、はいはい、そこは分かったから。長々とおかしな話をしてすみません。では少し席を外させてください。牧村さんが危ない。私はよろよろと立ち上がる。ちょっと休憩室まで行ってきます。あ、それと生唾を飲み込み、覚悟を決めて私は市松人形を掴んだ。正直触れるのも怖い。このお人形は預からせてもらいます。殺されては叶いません。ちょっとチミ、まだ私を疑うのかね。クラッと頭を揺らし、おぼつかない足取りでドアまで進んだ。風森さん、休憩室に少し付き合ってください。気分が悪いから。一人だけだと倒れそうなの。え？ああ。風森さんも完全に困った顔をしている。私と課長とどっちの味方をしていいのかわからないようだ。私は目をつむり、耳をすまし、しばらく徳高内での課長の足音に聞き入る。扉の向こうでこちらに聞き耳を立てている様子はない。下打ちやのしのし歩く音はする。小声でそっと風森さんに耳打ちする。牧村さんの私物は書にはないですよね。え？何の話だ？分かってねえのか。風森さんも私に合わせてひそひそ声で返す。課長が施設まで足を運んだこともあるとして、渡さんの毛髪こそ採取しても牧村さんに関してはノーマークだったはずだ。私物ってどこまでなんでしょう。名刺がありなら自分で名前を書いた紙でも通じるのかな。聴取の時の書類は徳高のどこにありましたっけ。あ、右後ろの棚の上から3番目の奥かな。通過だな。なんで牧村の。私や風森さんなら後でいつでも殺せるからですよ。でも牧村さんとなるとそうじゃない。風森さんはぎょっとする。殺せるって、いやいやいや、だいたい俺らが邪魔ならとうに殺せるよな。さすがに不自然に部下が次々死ぬのは避けたんでしょう。いつでも殺せるなら後回しでいい。何よりどうせバレないと鷹をくくっていて、それでも遺品の管理をうやむやにするには牧村さんを早急に亡き者にしなければならない。私の嘘でそう信じたはずです。嘘だってのは横で牧村の話を聞いていたから俺だってわかるけどよ。そんなので、いや、引っかかるとしてもだな、尻尾出すか。そのために何段階か何重かで巻いておいたんですよ。引っかけのための罠を。ドアの向こうで聞き耳を立てている様子はない。むしろ徳高のオフィス内を歩き回っている。何か戸棚を開く音。今です。え、ああ、早かったね。
右後ろの棚の上から3番目。わかりやすく黒田課長は聴取のファイルを掴んでいた。やはりですか。何がやはりだね。徳良課の課長が徳良課での聴取書類の確認をして何がおかしいのかね。いや、さすがにおかしいぞ、おっさん。確実におかしいし、おかしくないと言い張ればおかしくない。言い逃れも十分できるし、証拠にもならない。だけど、確信した。これで心置きなく課長相手にひどい手を使える。私は一歩前に乗り出した。本人の手による名前の書かれた紙でも呪いが成立するのは早苗さんから聞きました。渡さんが人形に仕込んだものの話で知っています。田村さんの現場で人形を拾って紙を抜き取ったのは課長ですね。何をバカバカしい。第一証拠も。証拠はあります。破いて捨てるか燃やすかされればアウトでしょうけど、その証拠物、ここにあります。課長と渡さんと田村さんの指紋がついてあるなら確実です。バカバカしい。百歩譲って私が犯人だとして、そんな証拠残すと思うかね？あるとするならそれは。ええ、私の手による捏造よ。渡さんと田村さんの指紋のついた紙なら施設にいくらでもあったし、それを利用して課長の指紋もつけたわ。だけどこれで課長をはめることはできます。おい北条、お前。さすがの風森さんも目を丸くしていた。呪いの証明なら死刑囚でも、何だったら関本でも使って上層部の目の前で殺して証明すればいいでしょう。受殺を刑法で裁けなくても何らかの処罰は下されるわ。チミ、正気なの？殺された友人の復讐を果たさないといけないから、正気での正攻法では戦えないわ。あのね、証拠能力を果たさないだろう。だいたい指紋のついた名刺なんかいくらでも偽装できるし、そんなもので私をだね。名刺ってどうしてそれを知ってるんです？なんか逆祭みたいになってきた。発狂モード。黒田課長はぎくりとした表情で目を向き、見開いた。本人の手による名前の書かれた紙としか言ってないわ。それで名刺とは思わないわよね、普通。やはり課長は知っていたんですね。おい、おっさん、あんたまさか。ポケットの中でレコーダーも回っているし、ここに二人証人もいる。もうチェックメイトよ。レコーダーは当然嘘だけど。おいおいおい、なんだよそりゃ。はぁーっと課長は力なくため息をついた。一杯食わされたわけですか。君は本当にとんでもなく素晴らしい大嘘つきだね。感心しちゃうよ。前振りの長かった数段階仕込みの鎌掛けがきっちりと見事に成功した。成功したからといって嬉しくはないけど。オカルトの力じゃ捕まらないだろうって思ったけど、再現性のある殺人道具がそこにあったんじゃ、そりゃしらも切り通せないか。やれやれだな。すべて課長が仕掛けたんですね。どうしてそんな。顔。ん？どうして？そんなの聞くほどの話？お金だよ、お金。身寄りのない仏さんの遺留品、意外に金になるんだよ。洗脳編でもこんな顔しなかったのに。そんな理由で？つまり洗脳編はあれは悪意ではなかった。善意でやっていた。ああ、受け取り人もいない。保管するにも限度がある。だったら処分するしかないだろう。私は廃棄物を引き取ってあげている。ただそれだけだよ。愕然とする。そんなくだらない理由で。美鈴が怒りで手が少し震える。幸いね、
今やこの人形は大変注目されているんだ。裏のオークションで高値を釣り上げてたんだよ、田村は。だが今のままじゃ誰も引き取れないよね。そもそもこんな希少なものを廃棄するには忍びない。だったらねえ、わかるでしょう。わかるわけねえだろさ。じゃあそもそも田村の現場から拾った時点で売りゃいいだろ。どうして呪いなんかを。だって嘘はつけないでしょ。皆さんが欲しがってたのは呪いの人形なんだよ。きちんとね、いわくつきかどうか確かめなきゃ。お客さんはそういうところに高値をつけるんだよ。田村が死んで、まあ呪いは確実なんだろうけど、じゃあどうしよう。ばあさんに難癖つけられても困るし、ならばあさんの紙を入れて本人に返してあげようかってね。一石二鳥だよ。呪いの確認ができて名乗り出る持ち主もいなくなる。生きていられてもおっかないからね、呪術師なんて。それでその後、鑑識から奪うためにミスズを、たったそれだけのために。だってあの子いろいろ感づいちゃってるじゃないの。それであとは回収して売るだけって思ったけどね。でもね、やっぱりね、ちゃんと呪いの証明をしないと売れないじゃない。田村の事件じゃ人形の二の字も出ていないし、ばあさんじゃ老衰も同じだし。そして立花君の事件は警察内で隠蔽しそうだし、もうちょっと派手にね、お外にわかるようね、何人か死なないと一家惨殺なんていいよね。あなたって人は人の命を何だと思ってるの。だって都合いいじゃない。砂掘りなんてクズだよ。風森くんが一番知ってるよね。いなくてもいい男だ。ツケも溜まってたしね。一石二鳥だよ。虫図が走る。人の命を自分の儲けの道具にしか考えていないのか。汚い逆彩。追い詰められたらペラペラ自白しやがって。三流の悪党かよてめえは。そうだよ。あなたは、あなたこそ最低のクズね。ん？そんなことは分かってるよ。でもね、私だって借金が大変なんだよね。肩書きだけじゃ懐具合はどうにもなんないから。さーてと。ヘラヘラと笑いながら課長は前傾姿勢で、次の瞬間私に猛ダッシュをした。かっこいい。グフグフザク。一瞬の隙をつかれた。課長は私からまるでラグビーボールのように人形を奪った。てめえこのハゲ。おっと動かないで。今ここで撃ち殺されるのと呪いで死ぬのとどっちがいい。黒田課長はポケットに片手を入れていた。撃てないと思う？署内のことなら少々はね、もみ消せるから。君らの死んだ直後に署内でね、他に何人も同時に不審な死を遂げたら余計にね。この野郎。まああれだよ、北条君も風森君もここにね、あるから。君たちの身の回りの品。さーて。やっぱり便利だね。殺したい相手も手も汚さずに簡単に殺せる道具って。まあでも売らないとお金になんないしね。ゲスな笑いを課長は浮かべ、そして私たちはどうすることもできない。飛びかかっても撃ち殺される。二人がかりでもどちらかは確実に撃たれるし、まず体の大きい風森さんを撃つだろう。なら私一人でこの男を組み伏せられる。それも無理だ。さっきのタックル一発で痛感する。頼りないほど私はか細い。そして何より、そんな抵抗をして銃殺されれば、その後に何人もの署員が殺されるんだろう。木の葉を隠すなら森の中とばかりに、そのためだけに。その時、
不快な高笑いをした拍子に課長の髪が一本抜けて舞う。アホやな。その様子がはっきり私の目に入った。因果応報すぎるだろ。その一本の髪の毛がそのままふわりと彼の抱えた市松人形の懐に入り込んだ。ひどいな。その瞬間、蛍光灯が明滅した。うわ、暗闇と明るくなった瞬間との間に人形の向きは確実に変わっていた。そう、それはまるでストップモーションのように。暗闇の一瞬、ボトッと何かが落ちる音がした。うぎゃっと課長の叫ぶ声、音がした。うっちゃちゃ、なんだ。手が滑り人形を床に落としたのか、風森さんはこの隙に課長に体当たりをとは考えていないようで慎重だ。相手は銃を持っている。いや、ただ慎重というわけではない。見開いた瞳で風森さんはある一点に視線を向けていた。その気持ちはわかる。ドド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 え、お、あれよ。私もそれから視線を離せない。どんな動き？人形は寝転がった状態からひょこっと起き上がる。起き上がる瞬間はもちろん見ていない。それは蛍光灯の明滅の狭間の出来事だから。人形は電気の瞬く間に位置を変える、向きを変える。なんかクラウチングスタートみたいな助走。課長の方をゆっくりと向き、一歩二歩と近づく。市松人形はすでに数々の犠牲者の返り血で黒く汚れていた。血まみれの死者の遺留品をいくつも貼り付けたその呪いの人形は、自らにそれを施した張本人の彼に向かっておぼつかない足取りで近づく。え、なぜ？ちょっとこれどういうこと？体が動かん。体が。じきにその小さな童子は彼にしがみついた。待ってって、どうして私が、あれ、なんで。バツンと音が響くと同時に周囲は完全な暗闇に包まれた。何が起きた？そして課長の気性すらも止んでいた。数秒間の沈黙が包む。無音で何かが動く気配すらもない。何が起きているかもわからない。確認もできない。黒田課長、震える唇で恐る恐るそう名前を呼ぶ。私の問いかけには誰も答えない。蛍光灯が点灯を始め、部屋に明るさを取り戻した時、悲しいな。黒田課長はそこに血まみれになって倒れていた。課長の扱いひどいな、毎回。ピクリとも動かない。マジかよ、おい。おっさん、死んでるぞ。珍しく風森さん生存じゃん。珍しくっていうか初か。正規ルート、なんとも言いようのない気分が広がる。安堵も確かにある。不気味さも感じる。たった今目の前で人が殺されたという異常さも。そう、たった今目の前で呪いの力によって一人の人間が殺害されたのだ。私たちはそれをただ呆然と眺めるしかなかった。デス市松人形、私たちは助かったのね。助けてもらった、この人形に。いや、そんなわけじゃない。あの髪の毛、それが偶然による産物なのか、そうなるべくしての必然、それこそ呪いによるものだったのか。人形の呪いを利用して何人もの命を奪ったこの男は、最後はその人形の呪いによって命を落としたのだ。
人を呪う者の最後とは常にそんなものなのだろう。そして幾人もの命を飲み込んだこの事件は、当然のように事情や真相を公表はできなかった。私と風森さんとで県警本部と本庁に提出した書面は、おそらくは上層部によって一生に付されたか、あるいは握りつぶされたか、それかどこかで何かの都市伝説と化し、人々の緩慢に伝えられていくのかもしれない。やがてはそれも関本のような研究家の題材となるだろう。っていうかホラーものなのに関本関連しないんだな。渡さんの作った人形がなぜ呪いを宿すようになったのか、それはわからない。いつの頃からか彼女自身も自らの手掛けた人形の呪いを噂として耳にし、信じ、そして究極の呪い人形を生み出した。それはまさに噂が真の呪いを生み出したようなものだ。そしてこの市松人形は、渡さんが埋葬された墓を管理する寺に供養に出されることとなった。皮肉にも黒田課長の墓もその同じ墓地に建てられた。呪物と裁かれることのない殺人者、それはどのような関係でそこで時を刻むのか。死んだ後のこともわからない。魂の所在もその行方も。結局一連の事件は犯人不明の未解決事件として処理された。この出来事はおそらく誰にも信じてはもらえない。闇に生まれ闇に消える、一つの現代怪談として、何かの拍子に怖がらせる話題として終わる、そんな事件。この真相を知る者はごくわずかで、それすら私と風森さん以外には本当に信じる者もいないだろう。それでもただ一つだけ、呪いの存在、それを私は二度と疑うことはないだろう。流行り神っぽいじゃないの。ええかい。黒田の表編、新たなルート秘密クラブ編をプレイできるようになりました。どこかのシーンに新しい選択肢が増えているので探してみましょう。スキマロクに新たなエピソードが追加されました。